はい、皆さんこんにちは。通訳案内士の横山です。今回は島根県松江市の、玉造温泉にやってまいりました。玉造温泉は島根県でね、一番有名なね、温泉ですね。美肌の湯としてね、知られてるね、人気のある温泉ですね。今日はね、その温泉街をぶらぶら歩いていきたいと思います。早速ね、ホテル玉泉とありますけどね、ここはあの大きいね、非常に大きなね、あのホテルですね。大浴場で有名なところらしいですね。まあ、本当に温泉街って感じでね。いろいろね、オブジェとかあったりして、まあ趣のあるところですからね。白石池、ここは本屋って読むんですね。本屋さん、縁結びの宿って感じ。出雲がね、縁結びの神様ですからね。まあ、本当に温泉入るとね、肌が綺麗になるってことで、特に女性にね、人気あるみたいですね。ここになんかね、アートがしてありますね。この橋に車での駐停車はご遠慮くださいけど、ね、まあ、なんかいろいろね、絵が描いてありますね。玉造りアートボックスって書いてあるんですね。まあ、温泉そのものはですね、あの透明なお湯ですね。あの濁ってるお湯ではないですね。お湯はそんなに熱くないですね。むしろ少しぬるいと思われるかもしれないですね。まあ、もちろんね、旅館とかにもよるんでしょうけど。八幡のオロチ退治神話がね、ここにありますね。多く。スサナオのね、巫女がね、退治するんですよね、これね。そうすると中からね、草薙の剣が出てくるって有名な神話がありますよね。まあ、島根県っていうのはね、本当神話の国ですからね、まあ、たくさんの神話がありますよね。だからまあ、題材には困らないですね。稲葉の白ウサギ神話ですね。これね、あの大黒さんが助けるんですよね、これね。あのなんか皮をね、剥がれてたんですよね、皮膚がね。あのなんかその剥がされてね、傷んでたのをね、助けてあげたっていうね。だからあの出雲大社行くとね、あのネズミのね、あ、ネズミじゃない、ウサギのね、ウサギのオブジェがいっぱいありますよね。まあ、ですからまあ大黒さんっていうのはまあ優しいね、神様ですよね。まあ縁結びの神様でもありますけどね。
ここにね足湯がありますね。神様探しってことで、まあ川沿いにねさっきみたいな銅像がいっぱいあるんで探しましょうってことですね。足湯があって英語でね、フットバスって言ったりしますけどね。姫神広場、三原温泉の象徴、フットバスがね、行きますけどね。足、まあ寒い時は気持ちいいですけどね。本当にね、でっかいね、旅館がね、この川沿いにね、いっぱい立ち並んでますね。こういったソフトクリーム屋とかもあって、食べ歩きもいいですよね。ケーキ屋さんもありますね。誕生日ケーキ。でここにですね、ゆうゆっていうね、公共のね、温泉があるんですよね。500円で入れるっていうね。なんか誰が設計したのか知りませんけど、すごいこうモダンな、なんかユニークなね、建物がねここにありますね。5階にねお風呂があってね、向こうに松の湯っていうね有名な旅館もありますね。でここもね下で沢の近くに行くことができる。これもね温泉ですね。川辺の足湯ってことでね、川のせせらぎを楽しみながら、川にね、まあ、暑いところと寒いところは、ね、あるんですよね。ミックスしてますからね。水の部分とね、ゆうゆうすごいですよ。なんか宇宙船みたいですよねこれね。誰か有名な人がね設計したんですよね。で玉造温泉っていうのは松江市にね所在してるんですけど、松江駅からねかなり離れてまして、バスでですね30分ぐらいのところですね。で、まあ、来方、アクセスとしてはですね、電車で来る方法とバスで来る方法と2つあって、電車でしたら、玉造温泉駅っていうね、JR ですね。そこでですね、そこからまた歩いて1キロか2キロぐらいですね。もしくは松江駅から直接バスが出てるんですけども、本数がね少ないんでね、まあ結構調べてこないと大変なことになりますね。これね、勾玉の橋がありますね。なんか神話ね、三種の神器のね一つの勾玉がここで作られたみたいなんですね。ですから勾玉のねオブジェがねあるわけですね。マガタマを制する者が玉造りを制す。とりあえず君は日本一のマガタマになりなさい。玉造り温泉の一番大きなマガタマってことだね。なんかすごくユニークなね、ユニークな橋ですけどね、ここにもでっかいね旅館がありますね。サラの狼誕生神話というね、サラの狼が誕生のね、神話ですね、これね。勾玉の
作っている場所があるんですね。あ、ちょっとしたね、あのお湯をここでね触ることができますね。要するに川の近くに降りることができるんですね、これね。足湯、ちゃんとこうね、写真台まで用意されてますね。これは、死体山神話。なんかね、ワニがね寄ってきた話ですね。本当にでっかい旅館もがもう両サイドにね、バンバンバンとね。まあ温泉街っつってもね、城崎温泉みたいにね、外湯中心ってわけじゃないんでね、内湯、すなわちそのホテルとか旅館の中のね、温泉、お湯をね、温泉街が中心なんでね、まあ城崎とかとはまた雰囲気は違いますね、やっぱね。山の井、大国主命の妻戸井神幕ね。ここにね、タイラー油って書いてありますね。テイクアウトできるんですね、これね。試作で組んでお持ち帰りくださいということで。まあ、ここに、灼熱レイドルがありますから、お湯をね、持ち帰ることができます。勾玉の上に置いてありますね。天然の化粧品、化粧水。で今ねここまで来ましたけども、ここにね有名なね神社がありますから、その辺までねちょっとね歩いていきたいと思います。玉造温泉元湯跡。薬師如来。赤い橋があります、ね、これですね、玉造
玉造り湯シュラインですね。玉造り遺跡、ここに鳥居があって、大鳥居、内閣総理大臣若松礼次郎が書いたっていうね、有名なね、総理大臣いましたけど、あの若松礼次郎がね、あの記号した書いたってことですね、これね。あ、ここに生まれが書いてあるんですね。出雲の国不時に、記された古い神社で、玉造りの神、岸明る玉の御事、大国主の御事、宿儺彦の御事の三神を祀ってますということですね。要するに勾玉の、ね、神様を、ね、祀ってるんですね、ここね。古代玉造りのところ、玉造り、あと出土品収蔵庫ですね。これね、狛犬がいますね。手水屋があって、あ、やっぱりしめ縄ででかいですね。やっぱり出雲とかね、まあ、島根県のね、神社ってやっぱりしめ縄を大きくするんですかね、それとも出雲大社の影響を受けてるんですかね。古いですね、これね。あ、なんか相撲の土俵がありますね。松江っていうのはね、相撲が盛んなところで、島根県では相撲が盛んなところで、出雲大社にもね、あの神社がありますけども、出雲出身のね、神様が相撲を取ったのがね、相撲の始まりと言われてて、江戸時代には雷電っていうね、有名な横綱がいたんですね。御神木、ゆびひめつばき、セイクリッドツリー、いい感じですね、この神社ね。はい、ということでですね、今回は、島根県松江市のね、玉造り温泉街を散策しました。まあ、特にね、女性の方は肌がね、ツルツルになりますんでね、ぜひ来てね、お肌に磨きをかけてみてください。